はい、今回はですね、筋肉マンですね、まあ、悪魔ロッケ氏についてですね、特にあのオリジン編以降の活躍を中心にね、まあ、彼らの魅力とかをねお話ししていこうかなと思います。まあ、なんで今回はね悪魔ロッケ氏かなりよいしょしている感じなんですが、まあ、彼らはねやっぱりそのオリジン編ではより個性的になって、まあ、はぐれ悪魔超人コンビの活躍でねさらにあの魅力がアップしているんじゃないのかなとは思いますね。あのバベルの塔の話なんですが、まずはこちらからいきましょう。はい、悪魔ロッケ氏ということで、まあ、これまでも何度か紹介してきたんですが、悪魔超人の、まあ、エリート集団で悪魔将軍を除けば最高戦力とも言える存在です。で、まあ、悪魔将軍のね体を形成するっていう特殊能力も持ち合わせているんですが、これ結構厄介な設定かもしんないですね、ストーリー上ね。はい、でしかしまあ黄金のマスク編ではそういった存在にもかかわらずアイドル超人相手に一勝もできず、まあ、引き分けはあったんですが、その実力を疑問視される事態も生じていたんですが、まあその人間かなあれ人間に敗北するケースもありましたね。はい、でオリジン編ではね、まあただそのオリジン相手にですね、まあ、3勝3敗と健闘し、まあ、名誉挽回に成功はしていたのかなとは思います。で次にまあそんな彼らなんですが、やっぱりねこの悪魔ロッケ氏からはねいろいろ自分はね学んだことがあるわけなんですよ。これはまあネタでも何でもなくて本当に助けられているわけなんですが、まずその黄金のマスク編では、まあ、さっきも言ったんですが7人の悪魔超人より上位の存在として登場しつつ、アイドル超人との対戦は一勝もできずに終わる、まあ、さっきも同じこと言ったんだけどね、まあ、いわば惨敗とも言える結果だったんですよね。しかしまあそれ卑屈になることはなくてですね、まあ、常にまあエリート超人として振る舞う姿には感銘を受ける部分はありましたね。まあ、普通にメンタルは強いなとは思ってたんですけれども、であの夢の超人タック編でのねアシュラマンの執念もね呼び直すとやっぱりその心に響くものはありますね。まあ、ある意味ね読み直すと、まあ、最初の頃ってやっぱあの、ね、悪魔にも友情はあるんだなのエピソードがね結構はその印象的だったんですが、今読み直すとやっぱそのアシュラマンの諦めないあの執念っていうのもねやっぱこね、来るものはあるんですよね。はい、そしてやっぱなんといってもねそのサンシャインの言葉にはね幾度となく勇気づけられています。まあその言葉とはもう有名かと思われるんですが、悪魔超人にはね、記憶力の欠如の必要性を解きながら口にした、まあ、都合の悪いことは忘れよっていうこの言葉ですね。はい、まあ、あのジェロニモに負けたことを指摘された時に言ってましたね。まあ、なんだかんだね心の中では気にしているのかもしれないんですが、まあ、その自分はね決して悪魔超人ではないんですが、自分はやっぱこの言葉を教訓にしていますね。もちろん反省も、しているんですが、やっぱこのねあの都合の悪いこと忘れようっていう言葉、このセリフに救われた人って方ってね自分だけじゃないのかなとは思うんですよ。で次にですね、まあ、あのメンバーについてね、個別にコメントしていくと、まずはスニゲーターですね。はい、地獄巡りナンバーワンワニ地獄なんですが、データをね紹介すると、身長210センチ、体重が180キロですが、まあ、これはワニ形態の時ですね。まあ、自在に変化することができます。で超人強度が400万パワーで、コンゴ共和国出身です。超人総選挙2021では、まあ、43ランクアップして第23位ということになっていました。で今言ったように超人総選挙2021では、まあ、第66位からね第23位っていう、まあ、謎の躍進を、していたわけなんですよね。はい、で、まあ、正体がねティラノサウルスの足っていうことで、まあ、様々な爬虫類に変身することが、できます。まあ、本体ではないっていうのが味がありますよね。あの体の一部が正体っていうキャラは他にもね多くいるんですが、最近だとまあ、FGO やってんだけどFGO のキャラでそんな感じのキャラクターいましたね。まあ、あのこちらはあの外見美少女なんですけど、まあ、真っ先に自分ねその設定を知った時には、まあ、スニゲーターを連想しました。はい、
で、まあ、恐竜がね、鳥類の祖先といった説もなんか有力になっているんで、まあ、復活したらひょっとしたら鳥類にも変身可能になってるかもとは思っていたりもしています。で、作中では未勝利なんですが、まあ、筋肉マンのパワーをね、全て吸い尽くした、で単独吸い尽くしてね、単独で命を奪った唯一の超人と言えるんじゃないでしょうかね。まあ、ミキサー大帝の時も一応なんか超人パワーを奪って、ね、あの時は邪悪神の力借りてましたからね、まあ、超人墓場に吹き飛ばしていたんですが、まあ、スニゲーターは一人で頑張っていましたよね。まあ、これだけでもね、結構みんなに自慢できそうな感じなんですけどね。はい。で、教え子の死に涙するね、人情味のある鬼教官として描かれていて、教え子であったその7人の悪魔超人たちの信頼も厚かったと思われます。で、次にプラネットマンですね。はい。まあ、地獄巡りナンバー2、宇宙地獄なんですが、身長254センチ、体重が420キロ、超人強度が500万パワーで北極出身です。超人総選挙2021では第54位だったんですが、一応3ランクアップしているんですよね。で、惑星をモチーフにしていて、スケールは大きいんですが、ある意味一番不遇な悪魔超人かもしれないですね。これも何度も言ってるんだけど、まあ、ゆでたまも先生も、これあくまで印象なんだけど、あんまり好きそうじゃないなっていう、そんな印象を持ってるんですよね、プラネットマンをね。まあ、それでもね、オリジン編ではね、見違えるほどかっこよく描かれていて、まあ、最も悪魔超人らしいファイトを展開していたんじゃないのかなと思いますね。若干バッファローマンたちも引き気味になるぐらいね。それでもなんかやっぱりプラネットマンはね、味方にするといいなみたいな感じのことを言ってたかもしれないんですけど、ね、超人墓場に進行した際ですね、ザ・忍者とね、共闘する場面もあったんですが、この2人ね、タッグね、見てみたかった気はしますね。やっぱ2人ともね、非常に技のバリエーションが豊富で、かつ個性的な技が多いんでね、まあ、2プラトンのバリエーションがこの上だと多そうかなとは思いましたね。で、次にジャンクマンですね。はい、地獄巡りナンバー3、血の海地獄なんですが、身長190センチ、体重が115キロ、超人強度が600万パワーでオーストラリア出身です。超人総選挙2021では第43位ということで、まあ、3ランクダウンしているんですが、まあ、この辺りを安定してますよね、順位はね。で、ジャンククラッシュっていうね、一つの技を極める、いわゆるまあ、いぶし銀のキャラかなとは自分は思っています。まあ、ジャンククラッシュをね、効果的に活用してね、勝利をもぎ取ったペインマン戦は彼の集大成の戦いとも言えるのではないでしょうか。で、オリジン編以降ね、評価は 急上昇したとも言えるんですが、バベルの塔の試練でもアシュラマンがね、アシュラバスターをザ・バーザーカーに決めるとき、ジャンクハンド、その時のアシュラマンって悪魔ロッキ氏の腕の力を借りていたんですよね。で、その時、まあ、ジャンクハンドがね、大いに貢献していてですね、まあ、さらにね、あれによって彼の評価は上がるかもしれないですね。で、それにしてもその回想シーンでジャンククラッシュにね、自信を失いかけていたジャンクマンに向かってね、将軍様がサンシャインをね、投げつけている、そんなシーンがあったんですが、あの後どうなったんでしょうかね。まあ、普通に考えればあんまり効き目なさそうなんだけど、要は最近のそのバベルの塔での戦いを見ていると、案外サンシャインにダメージを与えていたのかもしれません。で、次に先にこちら行きましょう。はい、アシュラマンですね。地獄巡りナンバー5、竜巻地獄です。はい、身長203センチ、体重が200キロ、超人強度が1000万パワーで魔界出身です。超人総選挙2021では第11位ということで、残念ながらね、2ランクダウンしてトップ10から漏れてしまったんですよね。で、まあ、他人の腕をね、奪う描写をね、最初見た時っていうのはまさにね、悪魔の所業で恐怖と不気味さを感じたんですが、子供の頃だったんであれ怖かったですね、普通に。ただ今ではですね、悪魔超人との絆の強さの象徴としてね、腕の力をね、借りるってやつですよね。まあ、描かれている印象ですね。普通に展開になると盛り上がってる感じしますもんね。で、作中では強豪超人でありながらシングルマッチでは勝てず、オリジン編でもジャスティスマンに完敗していたんですが、バベルの塔ではタッグマッチで始めた対戦ではあるものの、まあ、モディスティーズ戦ですよね。はい、最後は悪魔ロッキ氏の腕で放ったアシュラバスターで、ザ・バーザーカーとの一騎打ちを制していました。まあ、これでシングルマッチ勝利っていう考え方できるかもしれないですね。まあ、そういう意味では、まあ、ジャンクマンにも同じようなこと言ったんだけど、これが
がアシュラマンの集大成といえる対戦だったのかもしれません。でまあサンシャインをね道具扱いしたことでね激高していたんですがね、ザーバーザーカーにまあ悪魔超人らしく悪ぶった態度をしていても、ところどころでね友情の熱いちょっと優しい面が隠しきれなくなるところも彼の魅力の一つかもしれないですね。で次にサンシャインですね。はい、地獄巡りナンバー6砂地獄なんですが、身長が300センチ、体重が1トン、超人強度が700万パワーで、ペルーナスカ平原出身ですね。超人総選挙2021では第25位ということで、まあ、この時点でもね、9ランクアップって結構大幅にアップしているんですよね。はい、でパワーファイトに加え、さまざまな物体に変形し変幻自在なファイトを仕掛けていきます。で体は砂で、ね、構成されていて、物理攻撃のほとんどは効かないはずなんですが、まあ、モディスティン戦では物理攻撃が結構効いている描写もありましたね。まあ、こういう展開っていうのは、まあ、筋肉マンではよくあることなのかもしれませんけども、はい、でオリジン編では、ね、シングマンに勝利し、まあ、バベルの塔の試練ではリアルディールズの一人として、ね、参戦すると、正義超人が戸惑いを見せる中、ジェロニモが、ね、最初に試練に挑むことをいち早く賛同し、まあ、ジェロニモの対戦中にもサポートしていました。そしてアシュラマンと白力魔超人コンビを再結成して、挑んだモディスティーズとのタッグマッチでも、まあ、途中戦線離脱してしまったんですが、アシュラマンをしっかりとサポートし、まあ、決死の2プラトン竜巻砂塵地獄でザ・ナチュラルを葬っていたんですよね。まあ、このようにね、ある意味バベルの塔ではね MVP 級のね活躍をして存在感を示していたのかもしれません。まあ、ちょっと先になるんですが、超人総選挙2023、まあ、来年ですね開催されれば、まあ、さらにね順位が上昇するのは確実かと思われます。で次に、最後ですね、ザ・忍者です。地獄巡りナンバー4灼熱地獄ですね。これずっとね灼熱地獄って言ってたんですけど、コメントで指摘されてたこともあったんですけど、まあ、やっと灼熱地獄って読めるようになりました。それはいいんですが、まあ、データがですね身長190センチ、体重が115キロ、超人強度が360万パワーで日本出身です。超人総選挙2021は第9位で、まあ、3ランクダウンしましていました。まあ、オリジン編でね作中初勝利を収めていたんですが、その後ね、まあ、出番に恵まれず、オメガケンタウリの六層格編以降、まあ、血明軍の中で唯一対戦が組まれていないですね。バッファローマンも戦ってはいないものの、現時点では対戦するのはほぼ確定かなと思うんでね、リアルディールズの一人なわけですから。でただまあアシュラマスターでね腕は頑張ってたんですけどね、はい、一方でその超人総選挙2021では悪魔ロック史の中で唯一トップ10入りを維持して、まあ、根強い人気があることも改めて証明しているんですよね。さらには、まあ、謎の勢力の存在も明らかになっていることから、バベルの塔の試練の次があればですね対戦が組まれるのは、まあ、これはほぼ確実かなと思いたいんですけどね。ただね序盤だといわゆるかませになりそうなんで、まあ、次のシリーズの戦いが始まれば中盤戦あたりで参戦するのがいいかもしれないなとも思っています。まずは忍者ね、ちょっとね先にはなるんですけど、必ず対戦とか、また活躍の場があるんじゃないかと自分は信じているんでね、この辺も注目していきたいですね。ということで今回このあたりで終わろうと思います。ご視聴いただきありがとうございました。